ワルシャワ。ワルシャワ、ワルシャバ、ワルソウ、WRS は、ポーランドの首都でかつ、同国最大の都市、マゾフシェ県の県と、ポーランドの政治、経済、交通の要衝でもある。ワルシャワには、ビスワ川の中流、マゾフシェ地方に位置し、市内をビスワ川が貫通する。第二次世界大戦後、戦火で荒廃した、旧市街を、 レンガの日々に至るまで復元して、王子の街並みを回復し、1980年、ユネスコにワルシャワ歴史地区として、世界遺産に登録された。製造業、鉄工業、電気産業、自動車産業などの工業都市であり、ワルシャワ大学をはじめとする、ポーランド有数の高等教育機関が集中し、歌劇場やワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団を、 用すしと。毎年8月1日の午後5時、サイレンの音を合図に、ワルシャワ市内では人によりその場で直立不動となり1分間の黙祷を捧げるとされる。この1分間は全ワルシャワ市の部分的な機能が停止するとも言われる。これは1944年8月1日午後5時に開始されたワルシャワ放棄での犠牲者を追悼する行事。この時刻及びその行事は、ワルシャワ ワルソーの頭文字を取って、時刻、W と呼ばれる。ワルシャワについての最古の文書は13世紀、1285年の、ものである。当時のワルシャワは、マゾフシェ公爵領に属し、漁業を中心とする乾村であった。マゾフシェ公爵家の家系の断絶に伴い、マゾフシェ地方は、ポーランド王国に編入された。1596年。 ジグムント三世の野心的な政策によって、ポーランド王宮廷は、古都クラックフより移転し、ワルシャーは1611年に正式に、ポーランド、立憲君主制の多民族連邦国家、ポーランド・リトアニア共和国の首都となる。1795年の第三次ポーランド分割で、プロイセン領に組み込まれた。1807年、プロイセンを征服した、フランスのナポレオンが、 ティルジット条約によって、ワルシャワ公国を建てるが、ナポレオン失脚に伴うウィーン会議で、多くのワルシャワ公国の地域は、ポーランド王国、ポーランド立憲王国とすることが確認され、ロシア皇帝アレクサンドル一世が、ポーランド国王の座に行くことになった。独立を喪失してから、ワルシャワは、幾度となく、ポーランド国家、ポーランドリトアニア共和国最高運動の中心地となった。 1830年、11月放棄、ワルシャワ放棄が起こったが、翌年までに無残に鎮圧された。1860年代前半にも、民族運動が高揚し、1月放棄、一時は、ワルシャワに、ポーランド人の臨時政府も成立したが、再び、ロシアによって鎮圧された。当時のロシア皇帝は、解明的なアレクサンドル二世であったが、この事件を受けて、 ポーランドに対してはロシアへの同化政策を図るようになる。ポーランドを占領していたドイツ、オーストリアは第一次世界大戦で敗戦国となった。また第一次世界大戦中に社会主義革命が起こったロシアではソビエト政権が成立していた。パリ講和会議においてポーランドの独立が承認され、ワルシャワは独立を回復させた。 ポーランド・リトアニア共和国の継承国家として1918年にポーランドが立を取り戻した後、ワルシャワは再びポーランドの首都と定められた。1939年にナチス・ドイツがポーランドへ侵攻、ワルシャワはドイツ軍の電撃戦による空襲にさらされ、ナチス・ドイツの占領下に置かれた。ポーランド政府は降伏せずポーランド亡命政府として、 パリついでロンドンに拠点を置き抵抗運動を開始。一方、ワルシャワ市内居住のユダヤ人はドイツによって、ワルシャワゲットをユダヤ居住区へ集められ、1942年の移送と1943年4月19日に、新英大将将ユルゲンシュトロープによるゲットを解体で、国内の絶滅収容所に送られた、ワルシャワゲットを放棄。1944年8月1日、 ソ連軍がワルシャワに迫り、市民に対してドイツ軍への放棄を呼びかける放送が行われた。こうしたワルシャワ市民がワルシャワ放棄を起こすが、ソ連軍は補給不足のため進撃を停止した。ドイツ軍はソ連軍の救援がないのを見越して反撃に転じた。結局、六十三日の戦闘の末、放棄は鎮圧された。1945年1月。 ソ連軍が進撃を再開し、ビスワ・オーデル構成により、ドイツ軍を排除した。その後44年にわたりポーランドはソ連の衛星国家とされ、ポーランド人民共和国が成立し、ワルシャワはその首都となった。ポーランド・リトアニア共和国を継承するポーランド亡命政府はロンドンに避難した。1989年9月7日にポーランドが法的に民主化。 ポーランド共和国となり、ワルシャワはその首都となった民主的なポーランド国会選挙は同年12月25日に復活した。現在ワルシャワ北部にある旧市街、ステア・ミアースと、1611年のワルシャワ戦とより前に作られた歴史的市街地とその北隣の新市街、ナオ・ミアースと、1611年のワルシャワ戦と以後に作られた歴史的市街地は 第二次大戦後、市民によって壁の日々一本に至るまで忠実に再現されたものである。この旧市街、ステア・ミアースと、新市街、ナオ・ミアースと、クラクフコ街通り、クラコウスキー・プラゼド・ミシャ、新世界通り、ノービシュファット、及びワルシャワ市内に点在する複数の宮殿群を、無、ワルシャワ歴史地区は1980年、ユネスコの世界遺産に登録され、 2011年には、再建に用いられた、資料、再建局管理文書も、ユネスコ記憶遺産に登録された。ワルシャワの起源に関する伝説。昔々、ビスワ川のほとりに小さな家があった。そこにはワルスと沢が住んでいた。ワルスは漁師であって、沢ワは、ワルスの妻である。ある時、この近隣の地域を支配していた、ジェモメスーコウが狩りに出かけた。 獲物を追っているうちに、家来たちから離れ、森の中で迷ってしまった。夕暮れ近くになっても帰り道が見つからず、そのうちにビスワ川のほとりに行き着き、ワルスとサワの住む家を見つけた。夜に森を一人で歩くのは危険であるので、公はワルスとサワの家のドアを叩き、止めてもらえるように頼んだ。ワルスとサワは見知らぬ客人を温かく迎え、食事とベッドを用意した。 このもてなしに公は大変感謝した。翌朝、公は貧しい漁師夫婦に礼を言い、続けて見知らぬ人物を嫌がりもせず家に招き入れ、空腹、寒さ、野獣から救ってくれた。あなた方の親切がいつまでも忘れられることのないように、この地は今後いつまでもワルスの土地である。ただし、古代スラブ語において、沢は男性の名前であった事実は、 議論のもとになっている。1897年のロシアによる統計調査では、市内の人口は63万8000人で、そのうちユダヤ人が21万9000人であった。第二次世界大戦前には、ユダヤ人の数は35万人を超え、市民の3人に1人はユダヤ人であった。2010年の国内ユダヤ人在住者数は3200人と、 多くのアルシャワ市民は第二次大戦で亡くなった。キリスト教系市民はナチスドイツが行った数々のポーランド社会破壊作戦でユダヤ教系市民はホロコーストなどで殺害された。また、大戦末期のアルシャワ放棄では約20万の市民が命を落とし、約70万人が逮捕され強制収容所に送られた。生き残った人々は ソ連のポーランド支配による共産主義化を経験し多くのユダヤ人他国へ移民した。その後何十年にもわたる共産主義体制に対する抵抗運動の中でユダヤ人活動家は東側諸国で初めての市民グループ、反共産主義グループを結党した。ユダヤ系であった家族にはホロコーストや反ユダヤ運動、反ユダヤ主義を避けてローマカトリックに改修した者もいた。 現在、ワルシャワ市民の大半はキリスト教徒で、その大多数はローマカトリック教徒である。ワルシャワは中央マゾフシェテ地にあり、平均海抜はおよそ100メートルである。市内にはいくつかの丘があるがその多くは人工的に築かれたものである。ビスワ川の中流に位置し、地域はその両岸に広がっている。カルパート山脈やバルト海からの距離はおよそ350キロメートル。 なお、中心市街地、シレドミエシチェは、18世紀から、特に共産主義時代にかけて開発された、歴史地区でない市街地を中心として、戦前のオフィス街とユダヤ人住宅街、アシュケナジム後、ケヒッラーの一部が、その主要部を占める。第二次世界大戦の時に、ナチスが、ユダヤ人地区にワルシャーゲットを作った。戦争終盤のワルシャワ放棄の際、ナチスによって破壊され、 戦後は、ソ連と国内の共産主義政権によって、ここの中心部は戦前とは異なる。他の衛星国同様の共産主義の都市開発がされた。ワルシャワ中央駅、文化科学宮殿、近代的な高層ビルが何棟か立ち並ぶ。ワルシャワは、大陸製の出潤気候である。バルト海沿岸地方が海洋性気候であるため、大陸性気候と海洋性気候の境目にある、ワルシャワは、 比較的気候が安定しない。平均気温は摂氏8度、1月の平均気温はマイナス摂氏2.4度、7月が摂氏18.4度。年間降水量は680ミ、mm、リメートル以下で、最も雨が降るのは7月である。冬季はしばしば気温がマイナス20度を下回る寒さとなる。第二次世界大戦後、ポーランド人民共和国が発足すると、政府は、 ソ連型経済の工業化政策を遂行、製鉄業や自動車産業の工場を集積した。民主化後の市場経済化の中で、これらの国営工場の多くは倒産し、今も創業しているのは製鉄所や自動車工場などである。国有企業の多くは一時経営が行き詰まり、民主化後に創業した新興企業が業績を伸ばしている。国内では金融都市、 ブロズワフ、産業都市ポズナン、海運都市フダンスク、観光都市クラクフと並んで、最も失業率の低い都市の一つである。ワルシャワフレデリック・ショパン空港は、年間利用者数は約450万人、国内便、国際便合わせて1日に60便以上が運航。ポーランドで最大の空港。日本からは、乗り継ぎ便で到着する状態が続いたが、 2015年6月にはポーランドを代表する航空会社であるロット・ポーランド航空が史上初のポーランド・日本間の直行路線東京・成田ワルシャワ線を開設すると発表。2016年1月14日から東京・ワルシャワ線にボーイング787の8型機で週3便定期運航する。 現在ワルシャワに二つ目の空港を建設することが検討されていて、おそらくワルシャワの北または西にある軍の空港を改築して設置されるものとみられる。後となる2012年7月16日にワルシャワモドリン空港が開港した。ワルシャワで最初の鉄道はワルシャワウィーン鉄道で1849年に開通した。 ポーランド最初の鉄道は1830年代にすでに開通している。現在ワルシャワはポーランドの重要な鉄道交通の要衝の一つである。運賃が安く、またダイヤも他国に比較すると正確なため、PKP、ポルスキコールジパンズツを、ポーランド国有鉄道は主要な交通手段となっている。ただし地方と地方を直接結ぶ長大路線が多い、ため、真冬に、 ポーランドの各地方で豪雪が続くと全国的にダイヤが影響されて列車の遅延が頻に起こることがある。ポーランドの例年の豪雪量は特に多くはないがたまに豪雪の都市がある。ワルシャワにある鉄道駅の中で最も重要なのはワルシャワ中央駅である。ポーランド国内のほとんどすべての都市や多くの中東王の近隣都市と連絡している。 ワルシャワには他に4つの主要駅と数十もの小さな駅がある。3つの主要駅、ワルシャワ中央、ワルシャワ西、ワルシャワ東をつなぐ路線は戦後に開通し、市の中心部では地下を通って運行している。1960年代にはこの路線を地下鉄の路線に切り替えようという計画もあった。ワルシャワ市内の交通機関はタクシー、バス、トラム、 地下鉄ですべてワルシャワ市交通局によって統制されている。郊外では民間業者によって経営されている路線も多い。ワルシャワのバス路線は総延長およそ 2600km で1659台のバスが運行している。主要なターミナルはワルシャワの交通の中心地でもあるワルシャワ中央駅前。市交通局は 現在176本の路線でバスを運行しており、そのうちの14本は深夜運行、0時から朝5時を行っている。なお、ワルシャワオケンチェ空港から市中心部に行くバスもある。ワルシャワで最初のトラム路線は1866年12月11日に開通した。当時は馬が客車を引くスタイルだった。 1908年3月26日には、馬引きトラムの路線はすべて電化された。両対戦期間中には、トラムは国有化されて新たな路線も多く、建設されたが、第二次世界大戦で破壊されてしまった。戦後、一部が再建されたが、大部分は廃止された。現在ワルシャワトラム会社は、車両863台と約 470km に、 及ぶ路線を所有している。29の路線がワルシャワ市内を運行しており、うち1本がシニア営業をしている。主要な休日、例えば11月1日の初成人の日などの際に特別運行している路線もある。1995年4月7日に1号線のカバティ駅、カブイティからポリテフニカ駅、パリテクニカ間が開通した。 ワルシャワの南北を縦断するように走っている。他にも2号線、3号線の計画がある。1号線は2009年現在、中心部を抜けて、旧市街近くを通り、北端のムーチヌイ駅、マルシニーまでを結んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。